ところジョージは、昔の嫁は可愛かったのにの共演者のコメントに対して、もしそうなら俺らが奥さんを可愛くなくしちゃったんだよ、と返した。XJAPAN の YOSHIKI は、格付けに出演した際、超高級ワインと5000円のワインを比較して飲んだ後、正解はこっちだけど、5000円でもこんなに美味しいんだね。これは騙される人いると思う。と誰も傷つかないコメントを残した。マツコデラックスは、すぐ周りに流される自分を直したい。と相談を受けると、自分の意志を貫いて頑張る人はすごいけど、自分を持ってなくて周りに流される人も、自分の知らないところにたどり着けるから、それもいいのよ。と答えた。明石家さんまは、恋のから騒ぎに出演したある女性が、将来二流芸能人になりたい。例えば出川哲朗みたいな感じと答えると、出川は一流や、と即答した。